来るがいい？迷ってるね。あ、お酒よ。そっちだと思うよ。いいよ、なんでも。どこ行く？どこ行く？そこお酒だって。そこお酒、いや、そこお酒だって。で、どれにする？映画始まっちゃうよ。それはベリー&ヨーグルト、ラズベリーとかストロベリーとかブルーベリーとか。いちごにする？あ、美味しそう、それ。じゃあそれにしな。行きましょう、持ってこう。レジさん、だからそっちはお酒。今日は息子と一日デートです。イエーイ。ということで、これから映画を一緒に見てきます。今日何の映画見るんだっけ？何？そう、ポケモン。じゃあ今からポケモンの映画を見るために、はい、今階段をめっちゃ上がってた。もっと上だわ、もっと上。そう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 、そこ行こう。なんで、はあ、めっちゃ朝から、いいよいいよ、朝から早い映画館に早い向かってます。ん、早い早い、そう、エレベーターに、エレベーターが早いらしい。早い、ちょっと早い、ちょっと早い、もうすぐ着くから前見てよ。ちょっと早いよね。ちょっと、まあそう、こんなもんじゃない、早いかな。これだよ、ここから見るの。いや、ここだよ、行きましょう。これ何？ここは美味しそう。こっちだよ。今年はありがとうございました。来年もまた東宝シネマズでお会いしましょう。終わりました。めっちゃ良かった、すごい感動して、私結構泣きました。じゃじゃん、泣いちゃう。いやー、マミすごい泣いてたんだよ実は。でも恥ずかしくてさ、泣いてるの隣がなんかパパだったんで、なんか知らない、違うお子さんのパパだったんで、なんか泣いてるのバレたら恥ずかしいなと思って、わかんないようにこう涙をこうマスクでこうごまかしてたんだけど、実はめっちゃ泣いてた。そう、マミ何したの？で、はい、じゃあこれ買ったよ。ピカチュウ、ピカチュウさ、買って。私はピカチュウはもう映画見てたら可愛すぎて、なんとスマートフォンリングそう、スマートフォンリングがちょうど壊れてたからずっと欲しくて、なんかそう買っちゃった。息子とのね、初めての映画の思い出ってことでいいかなと思って。いててて、なになになに、それ何？ピカチュウ。ピカチュウ買った。映画どうだった？ピカチュウ。映画どうだった？ピカチュウ。楽しかった？ピカチュウ。ピカチュウ可愛かったね。ピカチュウ。ピカチュウ活躍してたよね。強かったよね。ビリビリしてたよね。寒いからさ、ちょっと一回ヒルズの中をお散歩しましょう。今日寒い。いや、今日寒いですよ。だから、ちょっと出たくないんだよね。だから、一回、ちょっと。ここもちょっと寒い。ここも寒いよね。ここ外に繋がってるからじゃない。繋がってないでしょ。いや、繋がってるよ。中？ここ中だけど、でももう、ほぼ外っていうか、外に繋がってるから寒いんだよね。だから行こうよ。どこが外？どこが外？そっちそっち。そうそう。ねえ、どうしたの？足痛い？これでだけ。何その、どうした、足痛いの？痛くない。何その、
そのなんか、なんかいつもと違う歩き方してる。どうした？何？何？どうしたの？どうした？やった嬉しい。何か手つないでくれんな。ね、地図。いや、どこ、あれ本屋さ、あ、ほらあるじゃん、6番、6番そう、ここに、ここに。しかも、今どこ？今は6番あ、もうすぐ近い、もうすぐ、ほら、もう6番ほら、現在地がここで6番ここだ、こっちだ。ほら、あった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 、こっちじゃない？おいてぇ、手ついてるわ。はいはい、このドア開けたらここに来るよ。そうだね、そうだね、このドア開けたらここに来るね。やっほーってなるね。開けたら、じゃあマミここで待ってたら、ヒカルこっちからピョンって出てこれるね。ゲームないかなと思ってジェンガ買おうかなと思ったらオセロとなんかポコポコするやつも買うことになった。寒すぎて帰ってきた、めっちゃ寒かった。でドンキホーテになんかこう今年末年始だから、ね、家でこう遊べる、うん、なんだゲームを買おうかなと思っていたんだけど、なんで光るの全部、全部光るのじゃないよ。今どこ、お母ちゃんもみんなで一緒に遊ぼ。そう、焼き芋あるよ。お金とはの？それ一緒に遊ぼうとはもう一緒に。みんなで遊ぶの全部。ということでちょっと買ったものを出しながら動画撮ろうかと思います。これとはよ、これとは。それとはちゃんにあげるよ。開けてみて。そう、なんかさ、この、いやいや。マミ、光る、光る、これが光るのだよね。これ光るのだよ。あれ、これさ、いけるな。これはね、これはなんかドンキホーテで子供と一緒に行くとコインがもらえてガチャガチャができるんだけど、それでね、これが出てきたの。ミニオン、ガチャガチャで面白いよ、ね、ミニオン、やだガチャガチャやったら、やだミニオン、ファイトしてブンブン。そう、これね、ポコポコね、あの、やるゲームらしいよ。ポカポンゲームっていうんだって。そう、で、ポカポンゲームは息子ちゃんが欲しいって言ったんだよね。これやりたいって言うから買いました。で、ハサミ、これ誰の、なんで1個だけ取るのしかないの、なんで取るの1個しかないって、みんなで遊ぶんだって。ヒカルはと、ヒカルいっぱいのだって言った。ピカチュウも欲しかった。そう、トムピカチュウ欲しかった、うん、ちょっと待って、待って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 
ほら。あ、いた、ほら。かわいい。かわいいね。ね。あとね。そう、気を取り直して。ジェンガー、そう、こないだ、なんか、キッズと一緒、あのね、こないだ、その息子と一緒に YouTube の、あの、フィッシャーズさんの、YouTube を、いいよ、YouTube 見てた時に、ね、ジェンがやってる、ジェンがやってる動画があって、それ見てめっちゃ二人で爆笑して、超楽しかったんでね。で、それ見てたら、ジェンがやりたいって言ってたから、今日ジェンがをね、本当は買いに行ったの。そう、ドンキホーテにね。そしたら、こういうものも買い、あとね、もう一個。この、オセロもやりたいっていうからちょっと買ってみて、しかもこれねすごいんですけど、オセロだけじゃなくって11種類のボードゲームが入ってるんだって。見て、じゃじゃーん、ほらこれオセロもできるし、ミニア開けてみよう。なんか将棋とかチェッカーってなんだろう、ダイヤモンドとか、ミニア開けてみよう。はい、もうできるらしいので、これも買ってみた。ミニをね、ちょっと待って、最後今ちょっと動画撮ってんの。あとね、最後にね、焼き芋をついでに買った。めっちゃ、そう、我が家は焼き芋大好きなので、合計で8つ買ったよ。こんな感じで今から家で遊びます。ミニオン、チュッチュッチュ、ミニオンだね。何ミニオン、ミニオンやってみる。いくら金メダル、ほら、あ、本当だ、楽しい。それもっとさ、やんないと、なんか出てそれ、ポンポンやってさ、ほら、あ、こら、喧嘩しない。今、人が真面目にやってる時はちょっと待って待って待って、あ、ちょっと待って、本当やめてちょっと止めて、いや、ちょっと、本当、ここ一大勝負だから。そうそう、これ終わったらさ、やってやろうよ。見て見て、危ない危ない。じゃあ、これで遊んでって、これちょっと、本当笑ってないで、本当にダメよ。あ、ちょっと、ちょっと待ってみて。光る？ちょっとこれだけ抜かせて。光る、これ食べて。光る。取った？してない。よし。いや、ねじれてる、ここがねじれてる。いやほら、どうした。じゃ、いいよ。何？じゃ、マミくれる？これ、いいよ、こういう風にで、こう、抜けるブロックをこうやって抜いとく。いいよ。で、抜いたら、上に重ねる。いいよ。いや、これ良いか。そうでしょ。